皆さんこんにちは、ムショと申します。22年の JRA 賞は誰なのかということでですね、新たな部門もできた JRA 賞を私なりの予想っていうのをしていきたいと思います。一応人関係はですねもう確定したかなと思っておりまして、調教師さんで言うと結構ねばらついた感じになりましたね。まあ、最多勝利はですね、矢作さんで分かりやすかったものの、まあその勝率はね、中内さんだったり、あと、特に意外だったのが、賞金ですよね。実はここに関しては、キムテツさんがトップだったっていうのは、ちょっと意外な感じも受けるんではないでしょうか。まあ、ここから思ったのは、やっぱりね、どれだけやはり、少数制、出走回数が多くなかったとしても、大きな G1 を中長距離で取れるかどうかで、かなりの挽回はできると。いうことですよね。勝ち倉で言ったら34と矢作さんの25個も差があるわけですけれども、それでもね獲得賞金で言ったら約4億の差は回っててっていうんですから、まあ本当どれだけねその内訳が濃かったかっていうのがまあわかると思いますよね。やはり日本といえどね、確かに標準的に賞金が高いところっていうのはありますけれども、言うてやっぱり特に王道の G1 っていうのはもう桁外れのね2億4億の世界でありますから、まあやっぱりこう一生をねコツンコツンと重ねていったよりもここで一つ勝つことが、まあ、戦略的ではまあありますよね。ちなみにキムテツさんはもう去年の倍以上の賞金ということになりまして、しかもここにサウジの賞金なんかも入ってるっていうことを考えると、もうウハウハ状況なのはまあ間違いないですよね。いやまあやっぱりここら辺を考えるとね、こうノーザンファームさんや大手牧場さんとどれだけこう外球含めうまく関係性を築いていくかっていうことの重要性を感じるところですね。そしてジョッキー部門で言うと、まあこれもちょっとね意外な感じなところはあって、騎手大賞っていうね、まさにレジェンドしか取れない賞っていうのを川田騎手が取ったは取ったものの、ただその MVJ っていう部門に関しては戸崎さんみたいなんですよね。これがまた面白いところで、例えばこれプロ野球で言うなら三冠取った選手が MVP じゃないみたいな、まんまそんな感じになりますからね。やっぱここにはその騎乗回数とかっていうところがかなり勝率や賞金と平等に評価されるところがあるようで、ここで川田騎手っていうのはもう0点なんですよね。で一方で戸崎騎手っていうのはやっぱ騎乗回数で言うと250回以上上回るっていうところがあるようですので、まあそこがねこの11点というポイントにもつながって逆転できたっていうことになるみたいですね。まあ確かに川田騎手は本当にね少数制で前途勝つくらいの勢いで騎乗馬を集めてる印象なところはありますから、決して大量に乗るタイプではないんですよね。まあでも騎手投票とかっていうよりはこういうもう採点方法がはっきりして常に表示されている状況の方が、まあ納得感っていうのはあるとも言えるのかもしれないですね。でそして障害騎手最多勝としては石上騎手だと思われますね。で新人騎手はやはり今村聖奈騎手で、50勝以上した新人騎手は福永騎手とか武豊騎手、三浦康生騎手に続く史上5人目という快挙なのですね。まあただ個人的に思うのはやっぱ新人騎手って結構環境が大きいよなっていうのは思わざるを得ないんですよね。さすがにやっぱ見本にいる騎手が一勝するかしないかみたいな状況っていうのは、腕の差って言うのはちょっとあまりにかわいそうすぎると思っちゃうんですよね。やっぱり走るのは馬ですから、そこをまず揃ってからやっぱそういう腕とかがね発揮できる状況になるわけで、まあそこも営業の努力をしろって言われたらそこまでなのかもしれないですけれども、いやでも私はちょっと実力が全てとはちょっと思えないですね。まあそういったねグレーの話題を置いといて、大本命のね馬の話題に入っていきたいと思うんですけれども、まあ22年はですね、20年みたいにアーモンドアイかコントレイルかグランアレグリアかクロノジェンスかみたいな、もう大激戦とかではないですし、また去年のねマルショレーヌはどうなるんだとか、ラブゾンリユーはどうなんだとかっていう話もね、そこまでイレギュラーな話題っていうのはないような気はするものの、まあ、やっぱ国内戦線で言うとね結構連勝したような馬がなんとか出ましたんで、まあ、若干の混戦っていうところはなくはないのかなと思いますね。あとはこの年から新設されたスプリンターとマイラー部門っていうのが短距離路線分割されたということにもなりましたんで、ここら辺が見どころではあるのかなと。で早速ね私的年度代表馬といいましょうか、大本命のこちらをね予想していきたいと思うんですけれども、まあこちらはですねもうシンプルに最もこの年に獲得賞金を得たイクイノックス
ていうのを、まあ、押さざるを得ないかなって思いますよね。まあ、その G1 のね、勝利数であったりっていうのは、タイトルホルダーも同じではあるものの、やっぱ一応有馬記念で直接対決はしたっていうのと、あとはやっぱメンバー的にも舞台的にもね、結構天皇賞秋と有馬記念っていうのは、やっぱ今の評価されやすいところではあるのかなっていうことで、まあ結構私は差をつけてのイクイノックスになる可能性は高いのかなって思いましたね。まあ、あとはやっぱ終盤戦で活躍したっていうのもやっぱ大きいですよね。やっぱ投票するのも人ですからね。新しい情報の方がインパクトが強いっていうのはあると思いますね。一応 JRA さんってその年その年の獲得賞金ランキングみたいのをリーディングホースっていう名前で出してくれていたりもしまして、一応ここで言うとイクイノックス、ベラーズールタイトルホルダーっていう感じになるんですよね。まあその4歳以上のボバっていう部門で言うと、ここの賞金で決めちゃうとね、ベラーズールっていう感じにはなるものの、まあさすがにここに関してはやっぱりタイトルホルダーな気はしますよね。もちろんジャパンカップは非常に素晴らしいレースではありましたけれども、やっぱその1勝っていうことにはベラーズールはなりましたからね。さすがにやっぱその格付け的に G1 に勝したっていうタイトルホルダーが優位に立つ可能性は高いだろうということで、4歳以上ボバのタイトルホルダーはまあ硬いと思いますし、それはもちろん3歳ボバ部門のイクイノックスも同様かなと思いますね。まあその日本のダービーが頂点っていうことを考えると、あの時点ではしっかりとドーデュースは勝ったわけなんで、まあそのどっちが強いか理論で言うと、正直私はねまだ分かんないっていうふうにも言えるとは思うんですけど、でもあくまでこの年間通してっていう意味ではね、その後イクイノックスっていうのは小鳩もしっかり2走してどっちも勝ってるわけですから、まあ、しかももう年度代表馬になるっていう条件がどれかの部門取ってないといけないということにはなりますので、まあ、ちょっとここに入らずを得ないのかなとは思いますよね。まあ、年度代表馬と最優秀3歳ボバっていう捉え方が難しいですよね。年間で言ったらさすがにイクイノックスだと思いますけれども、ダービー時点でって言ったら、まあ皐月賞の結果を踏まえても、まあまあドーデュースと拮抗しているところはありますからね。まあ言えることは、また再戦が見たいなと、どっちが強いのかはっきりさせたいところでございます。そしてこちらもね、まあまあ最近は混戦になってきたその2歳ボバ部門、ホープフルなのか朝日杯なのかっていうところですよね。ただまあ今年に関してはやっぱり朝日杯の方が3連勝ですからね。まあドルチェモアになるかなと思いますよね。まあやっぱここの点に関してはこう、そこが見えないっていう印象を見せた方がやっぱり評価されやすいっていうところはあると思いますよね。もちろんドゥライレイでもね、デビュー前から評判の良かった馬で、ホープルセックスも実際強かったですけれども、その展開的な面が優位に立ったのか、騎手がうまく乗ったからなのかっていう見方も、まあできなくはない戦績にはなっておりますので、まああくまで無敗の3連勝に比べるとちょっとね、評価しづらいかなっていうところはありますね。牝馬はもう G1 1個しかないんでね、もう相当古馬混合戦でグランアレグリアみたいに頑張らない限りは、ここの勝ち馬から逆転するのは難しいですね。まあそれこそヨーロッパとかだとね、牝馬限定の G1 も2歳戦から何個かありますんで、日本もでもね、そういったレースも増えてくると、まあ、活性化につながるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、とりあえず現時点ではリバティアイランドは硬いでしょうね。で、最優秀3歳牝馬、こちらはスタニングローズとスターズボンワーソの2択って感じなのかなと思いますけれども、まあ、秋華賞は負けたとはいえ、これはスターズボンワーソでしょうね。まあ、その、スムーズな競馬ができていた時に、本馬に叶う3歳牝馬っていうのはちょっといなかったかなっていう印象もありまして、それこそジャパンカップとか出てたらね、ボバやコバと混ざっても人気していたような馬だと思いますから、まあここは硬いと思いますよね。で、4歳以上の牝馬で言うと、ちょっとここは悩ませるところではあると思いますよね。牝馬限定 G1 という意味ではソダシとジェラルディーナにはなるものの、ただボバも合わせてのマイル G1 安田記念はソングラインが勝ちましたんで、そこのね評価の上下っていうのは結構難しいですよね。まあただやっぱりあくまで日本ってその王道路線でどれだけ走ったかっていうことを評価されやすいところもあって、そう考えると有馬記念3着もあるジェラルディーナっていうのが優位なのかなっていう印象はありますかね。まあとはいえソダシもね、フェブラリーステークス3着まで頑張って、話題性で言ったらやっぱり年度代表バレルブールのものはありましたし、ソングライン
も海外含めてのあれだけの活躍ですからね。まあ、ここは結構割れるところじゃないかなって思いますね。そして新たなスプリンターマイラー部分は、もうここもね、日本のレース体系でこの細かい賞を作るっていうのは結構判断が難しいところですよね。2つずつでっていうのはどうしてもね。まあ、高松宮記念勝ったナランフレグかスプリンターズステークスのジャンダルムに基本的にはなってくるのかなとは思いますけれども、若干ちょっとねインパクトが薄かったかなっていう印象もあって、逆にメイキーエールがめちゃめちゃ目立っていた印象はありますよね。 G1 は勝ってなくとも相当取り上げられていた馬ではあったのかなと。まあ、たださすがにこの話題性で G1 勝ちなしで取るっていう例はねあまりないのかなというところで、まあ、ここはナランフレグですかね。スプリンターズステークスでも3着にしっかり入りましたからね。そこに関してはやっぱり高松の宮記念が玉手穴では全くなかったっていうことを改めて証明したことになったと思いますから、まあ、断然の最強スプリンターかって言われると結構混戦状態ではありますけれども、とりあえず22年はナランフレグかなと思いますね。で、最優秀マイラーもね混戦ではありますけれども、まあ、ここは結構マイルチャンピオンシップの印象も強くて、シリフォスになる可能性っていうのは高いような気がしますよね。安田記念ではそれこそソングラインに敗れはしたものの、まあ、本当マイルチャンピオンシップのあの衝撃の末足はこれからのマイル界を引っ張っていくにふさわしいものとしか言いようがありませんでしたので、まあ、戦った相手もねダノンザキッドもこの後香港でも2着に来たように相当高いレベル揃ってたと思いますから、まあこのインパクトはね結構記者さんにも好評につながりやすいんじゃないかなと思いますね。で、ダートホースですけれども、まあここもね難しいんですよね。 JRA 賞っていうことを考えるなら地方の成績とかはね考慮すべきではないっていう意見もありますけれども、現実問題ねフェブラリーステークスとチャンピオンズカップだけの成績で決めちゃっていいのかっていうところもありますからね。まあ、特に今年はね千葉から移ってきたジュンライトボルトであったり、クラウンプライドが海外でのあれだけの頑張りっていうのもありましたからね。とはいえもちろんスタンダードなカフェファラオも南部ファイ地方ですけども含めるとやっぱ2勝っていう G1 2はトップかなって思いますし、まあちょっと難しいところですよね。まあ個人的な、まあその JRA 賞だけれどもいろんな目線を含めてのね頑張りっていう意味ではまあないだろうなとは思いつつも、クラウンプライドをしたいですけどね。やっぱり UAE ダービー勝ってケンタッキーダービーにも目立つところがあって、日本に戻ってきて見せ場十分の2着3連続っていうのは、いや3歳としては相当頑張ったと思いますよね。それこそね福永騎手も精神的にもやっぱり身体的にも優秀な馬で、もうそれこそ成長したらねもっと大きな舞台で活躍できるっておっしゃっておりましたから、まあそれこそねサウジであったりドバイであったり、そしてまたアメリカ遠征でやっていける素質を秘めた馬だと見えましたんでね、まあ完全な個人の推しとしてはクラウンプライドですかね。まあでも現実的に考えたらジュンライトボルト有力説っていうのはまあありますかね。先ほども言ったようにやっぱダートでそこを見せてないところがかなり評価される可能性はあると思います。で、最優秀障害馬はこれは西のデイジーの可能性あると思いますよね。いやー、ここに来ての西のデイジーの障害での復活はちょっと涙しましたよね。いやー、しかも血統的に言ってもね西野さんの品系、そしてセイウンスカイの名前なんかもあったりして、いやーまさに血統ドラマですよね。まあ本当平治時代からね勝浦騎手を乗せてのクラシック参戦、そして菊花賞でのルメール騎手への乗り換わり、まあいろんなドラマのあった本場ですけれども、引退する前に障害使ってみようっていうねお話を調教師さんとされて使ってみたところ、その素質はまさに G1 級であったと。もう平地のスピードで言うとやっぱりもうレベルが違うものが素人目にもありましたんでね、まあまだね年齢的に言っても重長さんのように10歳くらいになってもやれる可能性あるでしょうしね。いや来年以降障害界を引っ張っていける一頭なんじゃないかなと思いますね。まああとはシボバイリーなんかもねぜひ見てみたいですよね。ハービンジャーの後継で2走3決闘で
もうそれこそリーチザクラウンみたいにね、勝負として見せ場を作る可能性もありますので、まあこれは応援の意味も含めて西野デイジーを押したいですね。補充調査の分まで頑張ってほしいと思います。ということで、まあ他だと今年は特別賞っていうのはないような気もしましたかね。目立った史上初みたいのは競走馬に関してはそこまでは出てきませんけれども、ちょっと見抜かしてたら申し訳ないんですけれども、まあ皆さんはね、どんな感じの予想をしておられますでしょうか。まあやっぱり意見が分かれるところかなって思うのは年度代表馬だったり、最優秀牝馬、あとはダートホースあたりですかね。まあ他、岸さんがね、謎の馬に投票しているのを見るのも毎年の恒例行事ではありますので、そういったところもちょっと楽しみにしたいなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。